日勤、夜勤、夜勤に加え、ポコチャライブに YouTube ライブ、校長先生に子供食堂の店主、その他いろいろ、もう山ほど仕事をして儲けまくってる職人ポコスマッチョ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今日もこの方、本当に校長ランク、おめでとう、はい、ありがとうございます。全然 YouTube の、こう、ボーンってバズらないですが、実は私、この間ですね、日勤と夜勤と夜勤とですね、ポコチャライブを毎日配信してまして、ポコチャライブはまあ一日きっちり利益必ず儲かるようになってるんですよ。ポコチャライブっていうのはそれを毎日やりながら、今もそうですけど、ポコチャライブを反対で撮影しながらですね、お金をいただいて YouTube を撮影しながら、私広告収入が入っておりますので広告収入をいただいております。そして私この現場ほとんど一人でやっておりまして、今日はクロスの縦の上塗り動画っていうのを制作しますが、もちろんですよ、 YouTube で広告収入をありがとうございます、おかげさまでいただきながら、お仕事をしながらこちらの収入をいただいております。そしてこの後大阪南千日前通りにあるですね、目の前で私店舗工事の夜勤を、今晩もやっております。明日もやります。明後日もやります。そしてその次はこの夜勤ですね。もう夜勤夜勤夜勤日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 勤夜勤って言ってますけど、その間に子供食堂の料理を作ったりですね、いろんな SNS を更新したりですね、まあその他もろもろ他にも仕事を やってるんですよ。わかりますか？校長先生もやってます。学校も運営してますし、ね、ですので私は特殊な人間でございますので、私は私のやり方でお仕事をやっていっておるでございます。ということで、この私がなぜクロスの貼り方を覚えているかというとですね、子ども学校っていうのを運営してましてですね、その子どもに技術を教えるためにはですね、自分が知ってないと教えることができませんので、私が覚えているということです。いやー、言いたいことが分かるんです。メーターいくらなんとか儲かるのか儲からないのか、すいません、私本職のクロス先生よりも仕事はしないのにお金をいただいております。そういう契約ですから、契約のプロ、もちろん営業も私がやっております。全部自分でやってるんです。見積もりそんなことはしません。見積もりなんかそんな時間の無駄なことは絶対にやめた方がいいです。見積もりなんかするから、見積もりしてってくれて100万円くれって言います。本当ですからね。だから私に見積もり頼む方は100万円用意してください、もしくは本を買ってください。それでは今から上塗り動画いってみよう。はいどうも、はい、それでは今からまず解説ですね。右側が上塗り2回目やりました。で、左側が1回目下手くそですね、あんま上手くないですね。それでも2回目をだいぶねコツが分かってきたので、解説しながら、まあ僕本当に YouTube も見てません。パテの動画なんて一切見てません。でも見なくなってこんなのポンポンポンってやればわかるわと思ってやっていってるので、まだ確認はしないんですけど、一個隣の部屋が出来上がってだいぶ手応えをつかんでおります。まあこの家をやる終わる頃にはですね、パテ職人になってるでしょうと。たった3日4日5日ぐらいですよ。で、職人レベルになるかと思います。この近くにですね、まだまだ物件、もう貼り終わったボードを貼り終わった古民家が3軒ほどありますので、私夜勤で、まあ、3ヶ月はぼちぼちやりながら YouTube を配信して、ここじゃライブを配信して、そこでもまた利益をいただきながらのんびりとやっていっていいという契約を取るプロでございます。はい。そして私大阪の南で今店舗工事の夜勤やってますけど、見積もりそんなもんはしてません。僕が言った値段が請求額です。はい。あ、ご飯代当たり前にいただきます。かかる経費すべて全額お客さんにいただいております。ですので、美味しいものをご馳走いただいてますし、もちろんそれはお客様にいただきますと、そういう気持ちで、作業させていただいてます。その値段が私が出す、言った値段っていいねって言います。それが私の契約方法です。嫌ならよそに頼んでください。僕はもう仕事3年決まってるんですよ。本当にもっと4年かもしれない、5年かもしれないけど決まってるんで、仕事はいりません。本当にお願いです。仕事を頼ってくださいって言ってもですね、頼んできてくださるので、いや、それはさ、僕夜勤でも僕でよかったらやらせていただきます。こういう姿勢ですと頼まれたらね、腹から断るわけじゃない。ただですね、私お値段が少々かかるんでございますが大丈夫ですかと。で、おいくらぐらいですかって言ったら、まあこれぐらいかかりますよと。いや、お願いしますということでですね、ルールをのっとってやっておりますので、何かご不満がある方は僕の思うにですね、少し真似をされたら幸せですよ。やったことない、ポンコツ建設です。待って、やったことないんですから、やったことないですよって言
服をやったことない、やったことない。本当にそれでお仕事を取ってるんですよ。看板取り外したことないよって言ってですね、お金をいただきます。これが僕のやり方です。はい、それでは上塗りだいぶ上手くなったんで、丁寧に解説しながら今日はね、あの上塗りのパテの説明とですね、やり方を動画撮っていきたいと思います。それでは視聴者の皆様、私の楽しい人生の生き方を真似していただくためにも、今日も楽しく動画撮っていきたいと思います。それではパテの上塗り動画いってみよう。はい、それではまずこの上塗りのパテ、そこでですね、一番最近は僕が今おすすめいいグッズがですね、このゴムベラですね。まあ、僕らは防水屋さんだったんですよ、昔。18歳から10年間ですね、ウレタン防水っていう塗膜防水があります。油性のね、二液性の防水剤なんですよね。二液性っていうのは1個の缶缶と1個の缶缶を混ぜて使うっていう材料です。それをこのゴムベラで鳴らしたりする時がありました。これをなぜいいかというと、まあ、あのケーキのパテと一緒で柔らかいゴムなんですよ。なので丸い缶缶でも綺麗に沿って最後まで使えれる。これとても便利なんで、まあ、あのそれ以外の用途でも結構これ使いこなせるので、一つお持ちになられるとお勧めします。はい、そしてですね、まあいろいろ昔過去いろいろみんな人生つまずいたりこけたりしてると思うんですよ。私はですね、過去の動画でたくさん上げてますが、こちらドーン、はい、私元殺人未遂で逮捕された前科者っていうやつですか。それ1回じゃございません。なんか前科はあるいろいろあるんですけど、それプラスですね、日本全国を渡り歩いたですね、本当に注目されたご都市で、ご都市でございます。はい、こういうことも YouTube で公開してですね、これから、まあ、それをなぜやらないといけなかったかという、まあ、長いストーリーがございます。それをですね、職人ポンコツ番長の控え室というチャンネルでですね、投稿していく準備をしておりますので、まあ、ご興味ある方は、そちらをご覧ください。涙涙の人生ですが、まあ、要は母親家族がたくさん病気でですね、まあ、たくさん一人でも家族にね、障害者がいたら大変な、って言われるかと思いますが、いやそれがたくさんいたりで、家が火事になったりとかですね、もう貧乏すぎたりとか、まあ、そういうストーリーの中で生きてきたんですよ。それで私は今こうやってですね、それを告知しながらでも3年以上の仕事を自ら自分で取ってですね、いろんな仕事を全部やって、全部一人でやって、うまくやってるつもりです。美味しいものを食べさせていただいてると、誰を見習うか、皆様、ご判断されたらいいかと思いますが、私は過去を全てお金に変えておりますので、そういう生き方が一つあるかと思います。できればですね、失敗なんて、うまく使えばお金になるんですよ。変換できるノウハウを私から学ぶとですね、まあ、やったことないんですけど、すべてそれは利益にできるんです。で、綺麗なものが最高の商品と思ってるでしょ。いやー、そうでない。ポンコツがいいっていう方も、日本中探せばたくさんおられるんです。その人を見つけるとですね、ずっとポンコツで、富を得ていけれるということでございます。そして、物は買わなくてももらえれるようになります。そのノウハウを私から盗むためにも、私の YouTube を毎日見てください。はい、それでは、今、このパテをやっていきますので、尺がないから一旦止めますが、この後、このうまく使う僕なりの、なぜほとんどパテなんてやったことないんですからね、僕が綺麗にできるって思うやり方を投稿したいと思います。ご判断は視聴者の皆様方にお任せします。それでは最後、パテの動画、行ってみよう。はい、今回はですね、パテのちっちゃいプロペラを南の、夜間の現場にですね、置いてきてしまってですね、これはまあ手で、バケツの中で練りました。やっぱりね、手で練るとダマですね。ダマっていうのは粉が固まってズブズブしたやつ、それが結構残ってます。で、僕防水だけでずっと練ってた人間がそうやってやってもダマが潰れないっていう製品だと思いますので、多分プロペラで混ぜる方法が一番効率としてはいいのかなと。インパクトで、まあ、インパクトが18だったら、少なかったら回ると思います。しゃぶしゃぶから仕上げていくと。まあ、そういうのをうまく利用して作られるのが、ベストだと思います。はい。それでは、ちょっと遠くなりますけど、まず、パテの、うまくやる、やり方ですね。で、まあ、僕は、ここに今、なすったパテを、必要な分だけ、こう、わかりますかね。何でも大切なことは、
均等、均等にここにこの先っぽですね、ここに均等に乗せれる。これはもう何の仕事しても一緒です。右が多かったり左が多かったら綺麗な仕事ができません。 OK ですか。ここに乗せた分を均等に取るね。そしてこのラインを自分の目の感覚で揃えます。 OK ですか。そしてですね、右か左かによって進む方向が違います。それは右利きはこう行った方がいい、いいでしょ。こう行って行ったら仕事ってやりにくいんですよ。もうどんな仕事でも一緒です。右手で使う人は右向き の歩く方向があります。左手で仕事する人は左手が使いやすい向き、その向きが反対側をすると必ず仕事と効率が悪くなりますので、どんな作業をするときでもその合った体が反対にならないように、そういうのを徹底してやっていかれたらいいのかなと思います。そしてですね、このライン、ここをまず決めます。そして終わりですね、エンド、エンドもしっかり決める。ここで取る、わかりますか。出したらここで取る、これの繰り返しです。 OK、こう取る、こう取る。そしてこの五寸のヘラだとうまく収まらないので半分ずつ仕上げます。こういくと今度こうです。でこう、これが僕が思う。でちょっとね、今はちょっとなったのはこの下の段差が少しあるんですよ。その段差があるのにこう向きで角度でいうとこういう風な角度で押さえても絶対にうまく収まらないんです。下から上にこうなぞる、そうするとその段差がうまく収まるようになってますから。でもう一回いきますよ。ここを止める、そしてこうですね。これで毎日これを意識する、こうやってやることを意識します。そしたら1日2日で平行感覚がある人だったら縦がまっすぐにいきます。まっすぐにいけば必然的に凹凸も少なくなります。凸凹とかラインを決めないと意識がまっすぐじゃない意識になってしまいますので、まっすぐなものを常に見とく。職人っていうのは基本まっすぐな水平を見とくようにならないといけないので、必ずまっすぐにやっていけばですね、ものの3日5日、まあ遅くても1週間以内にパテはまっすぐきれいにできるようになります。もしもそれができないのであれば不器用とかではありません。まずきれいにしようという意識が足りない、そういうことでございます。はい、あのね、ちょっと今ここうまくないんですよ。そのうまくない理由がこの1回目のパテって多分クロスがつきにくいはずなんですよ。なのでこの上塗り用のパテでこの1回目を消してあげないといけないんですよね。だからこの上のここまで、はい、まあ、これぐらいまっすぐするためには1回目の時に、まあ、そんなに外にはみ出さないように次からはきっちり意識して、すればですね、もう
ペーパーもかける量も確実に減ります。ですのでペーパーが本当手間なんですよ。なので初めてやられる方は必ず、まあ、クロスだけでは限らずですね、コーキングでも養生テープでも何するにしてもまっすぐ貼る。でまっすぐが分からなかったら墨粒をチョークライン、いろんな、まあ、それが全て無理だったら、手で消しゴムで消せるようなものを使うとかですね、いろんな方法がありますので、必ず意識を持ってですね、いい仕事ができるように頑張ってみてください。そうすることで、一日でも早く技術を覚えればですね、私のように全ての職種を、簡単にこなせる職人になれるのかなと。私は建設業だけではなく飲食業、デザイン、飲食店の設計、すべて私対応しておりますので、まあ、偉そうに言う仕事は必ずやります。ということで、視聴者の皆様、まあ、参考になりましたら、またコメントを入れてください。明日は壁サイディング、今晩はですね、厨房の増作とですね、まあ、看板の明日防水、夜間ですね、防水やったり、ペンキやったり、まあ、いろいろやってますが、また明日の夜も、今日の夜も大阪みなり千日前で夜勤、昼は大阪京橋界隈で築50年のリフォーム、明日のサイディング張りも頑張っていきたいと思います。それでは視聴者の皆様、私を見習ってたくさん稼ぎましょう。今日はこの辺でごきげんよう。また明日、バイバイ。Can you tell me where you want?